T 先輩です。ノクターン。T 子だよ、ノクターン。ついにマリアが帰ってきました。え、いやずっといたじゃない。強化合宿からという意味です。あ、なるほど。レベルはこんな感じに上がりました。聖火と白虎は8なのね、6に上がってる。聖火と白虎が6になりました。あとの2つももう少しね。前回8章をやった時より2ずつ増えてます。防具はこんな感じ。ローブデコルテが一番の違いかな。そうね。ロイヤルクラウンの方が優秀ですが、ミューズのティアラをつけてます。なんで？イントが上がるからです。マリアの魔法ダメージは、イント値によって高くなるので、この装備にしました。なるほどね。デコルテはそのまま一番強いです。ほんとだ、強。その上 MP 回復速度上昇まであるなんて。超優秀な鎧ね。もう手放したくないです。マントはこれですが、前回手に入れた大黒天は金運。弁財天はハート回復量が上がります。っていうか、ステータスも優秀ね。ほんとですね。なら弁財天の方がいいか。そうね。じゃあこんな感じで行きましょう。ちなみに、プレイ時間は気にしないで。10時間。嘘でしょ。現実です。マジか。マジです。さあ、久々のフリーズを楽しみつつ、8章リベンジ、スタートです。ローブデコルテによって、MP 回復が早くなっていることに、ご注目ください。お、ダメージがでかい。前回はどんなだっけ？詳しくは前回のその19を見てもらえば、いろいろとわかりますが、だいたい10から20近く上がってます。すごいじゃない？詳しい数値はブログの方に載せますが、なかなか素晴らしいですよ。で、さっきの10時間って話だけどさ。ああ、それがどうかしましたか。うろ覚えなんだけど、前回って。はい、確か3時間37分ほどでした。そうだよね。つまり今までのプレイ時間の、2倍以上の時間プレイしてるってこと？まあ、そうなりますね。あれから7時間ほどプレイしたわけですから、単純計算でそうなります。マジかよ。だから大マジです。ここまで上げるのにこんなに時間がかかるとは、さすがに予想だにしませんでした。普通に考えたら7時間ほどのプレイって、そんなに長くはないけどさ。それでもきついよね。基本的にただの作業ですからね。心が折れそうにもなりますよ。問題は気っぽい人だもんね。そうなんです。でも、頑張ってプレイしていると、徐々にマリアが強くなってきて、その成長が微笑ましいんです。完全にマリアの親気分ね。マリアが結婚する時が耐えられません。いや、そこまで？娘さんを僕にください。なんて言われたらどうしよう。誰によ。嫁さんとか。アイカードじゃないんだ。あのチャラい感じですからね。シャーロットあたりに怒られそう。まあ誰が来ても、嫁にやる気はさらさらないですけど。だからあんたの立ち位置は何？うお、たった千字？せっかくの緑から千字？ちょ。あれ？まさか私、ノーマルでやってませんよね。確かに宝がしょぼいわね。おかしいなぁ。ようやく中央地点。この下のレバーを動かせば、ボス部屋に行けます。この緑は何が出るかな？嘘でしょ。普通にノーマルで出るやつ。ウケる？本当にノーマルじゃないですよね。大丈夫よ、ちゃんとハードだから。敵が硬いでしょ。まあそうなんですけど。敵だけがハードで、宝はノーマル、なんてことはないですよね。そんな器用なことあるわけないじゃない。多分。不安になってきた。
まにバグであるじゃないですか。難易度を変更したのに、中身の一部は変わってなかったっていうやつ。そんなのあるの？なんか聞いたことありますよ。そうなんだ。多分、リセットフラグを忘れたか何かで、そうなっちゃうんでしょうね。それは困るね。まあ逆パターンなら助かりますけど。逆パターン？敵の強さはノーマルなのに、宝はハード。ああ、そういうことね。それならば戦国ですよ。まあ絶対に起きないでしょうね。しまった。せっかくここまで頑張ってきてたのに。あ、ありがとう。お詫びに肉を置いてってくれた。ただその肉が何かって考えると。ああ、まあね。まるでロボがお礼にロボの腕をあげる。っていう感じですよ。意味わかんないし。いや、今別で進めている。ニアオートマタのワンシーンなんです。まあわかってたけどさ。そして今の宝はちゃんとハードでしたね。カーブオブゴッドだからそうね。安心しました。これならボスの宝も期待できます。クリアする気なのね。え、そりゃそうですよ。当たり前じゃないですか。そう、私はてっきり、まだ心が折れてるかと思ったよ。まあ折れてますけど。やっぱりかい。でも、これだけ攻撃力が上がりましたし、なんとか頑張りたいところです。そうね、頑張ってよ。よし、覚悟を決めて行きますか。頼もう。おお、鳩のダメージが19だ。出力も45まで上がってるね。確か前回が鳩が8でしたから2倍以上になってます。嬉しい。出力も25だったからね。20もダメージ上がってるよ。すごいですね。嬉しすぎて痛いまくっちゃいます。成果も強くなってる。ただ地味なんだよな。まあ動きはないわね。おお、他のもいいな。これならいけそうね。早くも壊れましたし、期待できそうです。MP は切れてるけどね。こんなに早く切れるか。せっかくデコルテで上がってるのに。多少違うんでしょうけど、そこまで急速回復じゃないからね。まあ地道に戦いますよ。それしかないわね。せめて死体からハートが出ればな。そんなに甘くはないわね。頼んでいいんですよ。まあノーマルくらいなら実装してもいいかもね。ハードではどちらにしても無理ですか。そりゃそうよ、ハードだもん。正論ティーです。時間かかりそう？踏んでたら余計ね。ちょっとイラついてしまいました。それでも鳩が強くなったんだし、なんとかなるでしょ。倍速は避けられませんけどね。ああ確かに。コアが出ないことにはどうしようもない。どうするのがいいんだろう。まあひたすら鳩で攻撃するしかないよね。上の方は届きにくいんですよね。ちょ、せっかくコアが出たと思ったら。前回のシーンは主に死体でしたから、上のからもできれば壊したい。降ってくるやつが怖いのよね。安心して攻撃できません。しまった。少しの油断が命取りね。この位置が難しいな。かといって壊さないと危ないし。
よし、ようやく壊せた。これなら安心して攻撃できそうね。だいぶ余裕が出てきました。ちょっとだけ上下してるから、成果が当たる時と当たらない時がある。空に当たる時があるね。しかしこんなに壊れないもの、なんか強すぎませんか。あ、壊れた。やっとね。ここからは炎が怖いですが、死体の心配はなくなりました。これが怖いのよね。うお、よし、スキルは主に取りを使おう。2回当たるからね。本当は成果も使いたいですが、出している暇がありません。出せて音符2個くらいね。このパターンが楽。最初に斜めで始まるパターンね。十字だと危ないんです。ここからさらに上。嘘でしょ？危ないよ。なんてことだ。もう一回当たるだけでアウトだね。終わった。結局こうなるのね。そう。こんなはずではなかったのに。手が震える。手汗もすごい。汚いわね。怖い。早く倒れてくれ。よし、このパターンはチャンス。でも MP がないね。ボロボロです。うお、たまに1本だけの時があるね。サービスタイムでしょうか。やばいやばい。じゃあか、完全に死が見えました。デスが出た。生き延びた。嬉しい。またね。やるわね。久々にポーズも決まりました。まさか倒せるとはね。自分でも驚きです。さて、ついに8章をクリアしました。次回はノーマルマラソンもしたハード9章に挑みます。どうなるかしらね。ノーマルでだいぶ慣れてきたので期待できると思います。そうなんだ。それではお楽しみに、ノクターン。また見てね、ノクターン。よろしく。